本日も始まりました。赤坂ニュースえ、今日もですね。望月さんとお送りしてまいります。望月さん、最近街頭演説での反響などありましたか？はい えー、ありがたいことに、えー、いろんな方々から「赤坂ニュース見たよ」っていう声掛けをたくさんたくさんいただいております,すもちろんねあの党員の方々もそうなんですけど、うん、それ以外の方からもありがたくいただくこともあるので政党の発信力って本当にすごいなって党の発信力っっててて本当にすすごいな実感しまでは、えー、本日は、えー、ゲストに参、えー、政党創設メンバーで松田政策研究所代表の 松田学さんをお招きしました。松田学さんお願いいたします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、本日は、えー、気になるニュースとして、えー、岸田総理の人権メッセージに国民から非難の声、疑問の声が上がっているということですが、えー、どうですか？はい。えー、実際吉川さん動画見られました。あ、見ました。私した X で回ってるあの4分ぐらいの短いやつをまあバーっと見てたんですけど、やっぱあれなのかなって。 総理大臣ともなるとあの言っていいことと言ってはいけないことっていうのがさまざまあって自分の感情もうね本当どっかにやっちゃわないと喋っちゃいけないっていう状態なのかなってちょっとかわいそうにも思いましたけどまあでもねあの政治家である以上思いを持って熱く語ってほしかったなっていうのが正直なところです。吉川さんはどうですか なんかあのセりフを覚えたマネキンがお話をしているような感じがして非常に残念だったというか、うん、どうして日本の代表なのに、うん、違う国のことをお話ししているかのような私たちが感じているその差別とか、うんね、そういうふうなことってなんかそんなこと本当に私たちの周りで起きているかなっていうふうに感じたところがありましたね。じゃ松田先生、はい、どうですか、うん、このニュースに関しては。 えー、日,本日本はですね世界で一番長い歴史を営んでいた国ですねですから社会も非常に成熟してましてね、うん、あの世界の中でも最もこのもちろん差別が全くないとは言いませんが差別ということが少ないそういう、まあ、誇るべき国柄であるという国でありもかからですねあたかも日本で差別が横行しているかのようなですね一国の総理がですよ日本の国柄を傷つけるようなまあ何て言いますかね日本の国家の尊厳をですね 気づけるような発言をしたといいのが重大問題だと思いますねであそこに岸田さんのスタンスというか日本の国を売っても、ね、いいんだというような、ね、そこまで言うと言い過ぎかもしれませんけれどもねでもなんかそういうものを感じてしまう人が非常に多かったということで、まあ、あのネットなんかの反応を見てますとやはり、ね、そういう意識がだんだん、ね、国民にも定着しているのかなと逆にああいう反応が出てきたことに、ね、私は心強いさを感じているという感じですね。 では続いてですねこちらのニュースについてお尋ねしたいのですが自民党がパーティー収入の不正記載問題を受けて行ったアンケート調査の結果について85名うち82名の現職の議員の方が不正受給というのが裏金問題あったというふうに回答をされているということですで総額は5億7949万円ということでテーマとして 本日は、えー、なぜなくならない政治とお金の問題を取り上げていきたいと思います。はい、えっと2月の15日に、えー、このアンケート結果、えっ、ー、と報道でね、えー、流れていたんですけど、うんえー、自民党の、えー、議員かどうかあれですけど、あの匿名で。 アンケートを集計して指示されたんだから、えー、しょうがないだろうっていうアンケート結果があったとか従わざるを得なかったんだとかそういった形の匿名のアンケートがあったということで私は把握しておりますけれども松田先生この関係については何か思いとかってございますでしょうか、はい、ちょうど今一般の国民は確定申告ででででみみんんんんななな悩悩るるると悩み始める時期すすね、うん、私なんかも毎年前の憂鬱になるんですが で領収書1枚1枚全部揃えてです、ね、源泉徴収票を揃えてです、ね、これだけの大変な作業なのに政治家はそういう確定申告しなくていいのかと <laughs> 政治家も確定申告すべきじゃないかという、ね、国民の怒りというのはです、ね、これものすごく燃え上がってる、えー、そういう中でじゃあこれ何で起こったのかという、ね、根本的な問題をにやっぱり蓋をしてはいけないと思うんですね。えー、派閥の解散とということで出ましたが、まあ、あの自民党ってもともともと 派閥で成り立ってる政党なんで、まあ、2人間集まったら必ずね政策集団できるのでそれは本質じゃないと思うんですね、うん、まあこの話をちょっと後半のようにしたいと思いますけども、えー、それよりもなぜお金がかかるのかと政治にですねでお金がかかったら私は昔衆議院議員やってたことありますけれどもとにかくお金ないですなんか国会議員やるとお金儲けられるんだと思ってる人がいいんですが逆でしてねあの財産失いますね でとにかく、えー、自分の選挙区に事務所を構えです、ねえー、そこに、えー、スタッフだって一人ってわけにいかないですからね、うん、複数のスタッフを置いて公施設秘書はあの国がちゃんと、ね、税金で出してくれますが施設秘書も置かなきゃいけないそれは自分で稼いだお金で置くしかないですねよくあの月100万円の文書交通通信費昔そう言われてたものあれねけしからんという話もあるんですがただあれいくらあっても足りないぐらい何千万のお金が実際かかる。うん 人を雇うだけでも相当で車も調達しなきゃいけませんしねいやそれをそのお金をどうするかっていうことに毎日毎日衆議院議員というのは頭を悩ませているというのが実態でこれは別にあの自民党に限ったことじゃないんです私自民党じゃなかったんですねでそう,そういう政治を終わらせるにはどうしたらいいかと考えるとそもそもそんなにお金のかからない選挙なり政治のあり方を作っていくしかないんですね。 で、そこであの、私はあの、えー、自分も街頭でも言ってますし、参政党の多くの方々に。これは、あの、多くの国民に発信するね、えー、ものとして。えー、皆さんに、ね、もっともっと言ってほしいなと思うのがあるんですよ。それは何でしょうか。参政党はお金がかからない政治を実現しちゃったんです。うん、仕組みを作ったんです。で、例えばですよ。あの、人件費かかりません。参政党はみんな党員の皆さんがそれぞれボランティアでやってる。 でしかも党費を払いですねその上で自分の時間とお金を使って日本のためにとやって労力を使ってですね、えー、こうやってボランティアで党の活動を支えてそして選挙活動も党,党員が中心になってやると、うん、でこれでだいぶねお金の桁違いに少なくなってるんですねかかってるお金がでしかも桁違いに少なくなったお金をどうやって集めているかというとこのあのいわゆる党員からの党費と、えー、それ毎月の党費ですねそれと あの一般のの国民間の寄付ですよねそれから政治資金パーティー消しかなんて今回言われてますが我々の政治資金パーティーって講演会ですからねずっと78時間ぐらい次から次へと演壇に立って頂い,いて普通だったらこの講演聞くためにも少なくとも何千円か払わなきゃいけないこれはたくさんいてまあパーティー券2万円ですけど2万円よりももっともっと普通ならかかるぐらいの講演をして皆さんそれをその,その便益の見返りとしてパーティー券のお金を払ってるわけですね。 ででつまり、えー、この利権で皆さん何人かいいことがあるんじゃないかと言ってやってるそれでパーティー券を買ってる人たちとは違う人たちが、うん、まさに志でこのねパーティー券を買ってそのお金で皆さんに選挙に出る人にちゃんとですね、まあ、お二人もそうだったと思いますけど <laughs> ちゃんとあの党からですね供託金だとか最低限の活動費出してますよね。でこれ普通あの 政治,政治に出る私も昔そうでしたけども選挙に出るってものすごい決断がいるんですねまあ2世3世で地盤があれば別ですけども全くそうでない普通の人が私は昔官僚やってたんですがそういった意味ではあの政治とは関係なかったそういう世界から入っていったんですが、えー、そういう人たちお金がまずないとできない、うん、でお金がないとできないってことはお金を集められる人しか政治に出られない、うん、あるいはめちゃくちゃ有名なタレントしか出られない。 普通の人が出られないっていうことは自体が民主主義じゃなくなってるわけですね。うん、だからこれをね普通の人がついこの間までは普通の、えー、この実業家だったり、ただの私はただのお母さんですという人もたくさん出てますしね。うん、でそういう方々を実際にこうやって選挙に出して、まあ140人ぐらいの地方議員も登場させているということ自体がこれもっとね国民が知ってほしいことなんですね。うん、ここにちゃんとね政治とお金の問題の解決策が仕組みとしてありますよということで。うんうん でただねメディアがなかなか報道していかないもんですからでもこれは本当にメディアに報道していただいて、うん、日本にちゃんと解決策できてますよとす、うん、でに動いてますよということをですね知っていただくということが非常に大きい民主主義を進歩させる上でも大きな力なんじゃないかなというふうに思いますね。私もも松松田田先先生生と同じ松田先生もあの前は 財務省に勤められれていいたたととうことだったんですけれども、ええ、私もあの昨年まであの検察庁東京地検に勤めておりまして、はい、やっぱり国家公務員という身分を持ちながらにして政治活動することはできないと、はい、でもちろん吉川さんとか他の方々もそうですけど、はい、生活を全て投げうってかけないと、うん、あの政治には参加というか立候補もできないし、はい、あの政治活動していくことはできないっていう今のこのシステムにやっぱ問題があると思うし、うん、やっぱり一度ね そそれこそ国家公務員を辞めた人でもまた戻れるようなシステムを構築したりとか何、うんうん、かこうチャレンジすることへのハードルの高さ、うん、あまりにも厳しいなっていうふうにやっぱ感じるので、うん、そこはやっぱり国民が参加できる政治っていうのを目指している参政党は本当に素晴らしいあの取り組みなんだなっていうふうに毎日感じております我々ただ言うだけじゃなくて実践してるっていうことがですね,そうですねこれが重要ですよね。はい あのドイツなんかですと選挙をしたらまた戻ってこれるという役人がですね、うん、そういう仕組みあるんですが日本は全てを捨てないといけない <laughs> そうです、ね、で、もう幕臣みたいなことをやらなきゃいけないと、うん、だったらまあこういったら失礼かもしれませんどまともな人はちょっと出ようなんて普通は思わないですね,そうで,すねでも参政党だったらこれなら出られるっていうふうにね、うんうん、なんとかこういう仕組み作ったんで,ですね。うん 普通の人が選挙に出られない私は参政党がこうもう当たり前なので、うん、逆にもうそのよその党だった場合はお金をそもそも持っていかないと立候補もできないっていうのがやっぱりあると思うので、うん、全くこう土俵が違うっていうのをすごく参政党を見て感じているので、うん、やっぱりそれをもっとさっきも松田先生おっしゃられてたんですけど知っていただきたい。 その参政党がこう今,までの今までの既存の政党とは違う近代政党というところのやっぱりアピールポイント一番のアピールポイントだと思うので、うん、望月さんも、ね、よく凱旋でそのお話ね先ほどの,あのハ,ードハードルの高さについてお話もよくされてますけれども、うん、やっぱりメディアが取り上げていただけくれないから私たちが街頭演説でもっともっと強く発信していかないといけないなと私も思っています、うん、ありがとうございます。 えー、一つお聞きしたいんですけど、はい、今回あのこの問題の中で書籍代が高すぎるってすごく疲つ,つれてた人もいるんですけど <laughs> まあ3,000万だか4,000万近く使ってるっていうんですけど本当にそんなに書籍代というものは <laughs> かかるのかと。いやあの、えー、もしね本当に書籍代でかかってたとしたら、はい、あの私も昔あの自分で書いた著書がありましてね、はい、で著書を買い上げてこれをね有権者に配るっていう。 ことを企画した当時の秘書がいまして、うん、でもこれね寄付行為に当たるんで、やっちゃいけないんですよ、ね。<laughs> だから、あの著書を、まあ選挙区以外の人に配ったということでもあるのかなとかですね。うん、あの、あのあの方が書いた著書なんですよ。うん、私よく分かんないんですけど。うん、なんか変ですね。あのそもそも今回ですね。領収書のいらないお金の話がたくさん出てます。うん、で、私はそういうことなかったんですが、ただ、あの領収書が公開されたら、まずいものがあるのは事実なんです。 何かと言いますと、えーまあ、例えば、まあ、変な話ですよもこの賛成党のために駅名を提供したあの事業者がですね自民党からにらまれるの嫌だと言った時はですね、うん、これ領収書とか,なんか公開しないでほしいっていう話があることあるんですだから全部公開しろっていうのもね実は実際あのプライバシーの問題とかいうのがやっぱりあるので。 何を公開して何を公開しないかっていうことを第三者がちゃんと判定した方がいいと思うんですね、うん、これはですねでその仕組みがないんで、うん、なな全部このねそしてさらにですね公開できないもっと公開できないようなお金の使い方もいっぱいあるんでですね、うん、これはまた後半の方で <laughs> 後半の方でそれでは後半は党員の皆様は無料でご視聴いただけます。えー、党員でははない方に関しましまては 有料のニコニコ動画の方にご案内がございますのでどうぞご覧になってみてください本日はありがとうございましたありがとうございました